チョイス。ファンの皆さん、こんにちは、こんばんは、フェイです。あ、忘れてた、アンチェロお前だ。まあ適当に見とけ。今回ね、まあ、例のね、あの年下女性の方と、どうなったのかというところで、速報を伝えたいと思います。今日はね、あの9月の、5日木曜日、23時37分、これ11時だけど24進法で23時という形になります。で、まあ、ちょっとね、詳細の方は割愛させていただいて、まあ、あるちょっと方法でね、相手の真意っていうね、本意を、本質の部分を、探るという部分を、まあ、ちょっとねしまして、で、まあ、結論がね出てきまして、やはりちょっとその方法はねかなりね有効的な、ものになりますんで、これ別の動画でちょっとね紹介したいと思います。例えば自分が気に入っている相手、まあ異性、多分男女両方聞くんじゃねえかなと思うんだけど、あるねことをすることによって、その方が、相手がね自分に対して興味を持ってるのか持ってないのかっていうのがね、如実に現れる、方法がね、昔からちょっと試してる方法があって、もしよかったら、使っていただけたらと。例えば相手に対して迷っていることがある、相手の気持ちを知りたいとか、そういう場合ね、かなり意外と使える技になりますんで、これはまた別の動画で紹介したいと思います。で、まあ、結果の方なんですけども、一応まあ両天秤ということで、もちろん28歳の男性と、まあ、自分の方ということで、もう最初からもうね勝負は分かってるんで、もうこれはね、28歳の方の男性とその女性は付き合うことになるというね、もうこれ当然だよね。別にこうなったからっていうわけではなくて、まあ、動画上ね、いろんなネタとしてだいぶ使えるかなと思って、まあ、引っ張りたいというところもあったりして、まあ、皆さんコメントでねいろいろ書いてくれて、本当にまあ、中にはね妬みみたいなのもありましたけども、まあ、現実的にちゃんと書いてる方もいましたんで、まあ、その通りって、もちろんそうなんですよ。なぜかといえば、遡ること最初に、まあ、お会いした時に、もう候補の方がいて、もう2回だか3回だか会ってるっていうことを言ってたんで、やはりその何度か会っている、その2度3度と会うっていうことは、その方を気に入ってると、そのもう10人ぐらいいる中でそれに絞ったわけで、だからこの人を超えるぐらいの、人物じゃない限り、俺はもう絶対にありえないわけじゃないですか。だからそんなの無理でしょ。だってどう考えたって俺はもういい年だしで、福山雅治ばりのイケメンではないので、本当に平凡な女性たちがときめかない感じになりますんで、やっぱりそのね年齢差っていうのはもう婚活においてはね絶対に埋まるものがないんですよ。自然な出会いではいろいろ年の差とかありますけども、年の差婚とかねありますけど、これ成功例っていうのは本当にわずかなね、微々たる確率でしかないっていうのとね、俺もだから19個年下と付き合った時はその普通の出会いだったんで、婚活ではない、全くねそういうものではないので、まあ俺は婚活的には条件はそんなにほらいい方じゃないんでね、貯蓄とかもあるわけでもないし、美貌もあるわけでもないので、でまあいい年だしっていうところがあるんで、もう最初から勝負はねもうついてたわけで、あえてその動画ネタになるかなっていうところの部分もあり、でまあ万が一そのうまくいったとしたら、まあ動画をなんかねこう一緒に、まあ、ちょっと YouTube に興味をも示してましたんで、だから一緒に動画とかね、できたらいいかなっていう、まあ何ていうんですか、利害関係じゃないですけども、その辺がちょっとやましい気持ちもありという形になりまして、でやっぱり養子の件を急になんで慌ただしく動画で言ったかって言ったら、相手の女性がね養子は褒めてほしかったということだったんで、
そういうのじゃなくてどうかなというところだったんですけど、やっぱり違和感というものがあったので、まあ先々無理かなと、まあ、映画の約束もしてましたけども、多分そんなのその場だけの、ね、口約束だけだとは思うんで、ただそこまで引っ張らない、引っ張るっていうかね、ちょっとね予定がねだいぶ先だったので、それだとお互いに時間の無駄にはなってしまうんで、俺は、ちょっとその確かめる方法というね、今そのお相手の人が自分のことをどう思ってるかっていう糸口をね、で可能性があるかないかっていうのを早く見極めるためにちょっとある方法を試してみたんですけども、でまあこちらの思う通り悪い方の目が出たわけですよ、サイコロの目がね悪い方の目が出たんで、あこれはちょうどまあこれで、お互いにちょっとすっきりできるかなっていうところがあって、まあね残念ながらちょっと動画で散々皆さんのことでねちょっと煽ったりはなんかしましたけれども、まあこれが現実ですよという、だから現実を見せられたっていうのは良かったよね。本当に年の差婚っていうそういうのはねもうありえないです。だからできれば同世代のね、方で皆さん選んだ方が絶対いいと思います。まあ簡単に言うとまあ敗北ということですよ。敗北宣言です。はい。まあいいんじゃないですか。いろいろと。いろんな方とねこうやって出会えて、動画配信やってるからこそ出会いましたんで、いろいろと面白い、ネタ満載でこれからも生きていきたいと思いますそれではまたごきげんよう。じゃあね、応援よろしく。